今後の米韓そして日米韓の関係はどうなるのか見てまいります今月2日に発表されたアメリカの議会調査局の報告書によりますとこちら日韓関係は過去数十年で最低のレベルまで悪化し日米韓3カ国の政策調整は弱まっていると分析しました鈴木さんあの、アメリカ議会調査局の示したこの疑念ですがどうご覧になっていますか まあ、その現実を素直に見てますよね、うん、これはの政策当局じゃなくて、議会調査局ですから、はい、あんまり色がついてなくて、素直に見てると思いますね、はいうん、だけど政策当局はちょっと違って、さっき申し上げたみたいに、ムン、はい・ジェイン政権はほかっておいて、それで1年3ヶ月後にまともな政権作ればいいやと。 るそちらはだからその政治マターになるとその議会調査局の,のはいわゆるニュートラルな分析、ええ、それをもって政治的にどういじってやろうかというのが先ほどの話になんですどこの違いなんですね、ええ、そうすると、じゃあこの先ほどこの議会調査局の,その分析に基づいた結果じゃあ日米韓の,の調整能力が悪化するということをアメリカは現状においてはやはり韓国になんて言ったらいいんですかね 変化を求める日本にだから日本に何かしろということではなくて韓国に非があるというふうふに見ているというふうにここはいいんですかまあ非があるというか,いか韓国を変えればいいと、うん、ただ、ムン・ジェインは変わらないと 1>,、うん、1年3か月後の日清、うん、政権を作ればいいと、はい、でさらに言えば北朝鮮の核は急ぐ必要がない、うん、4年前とち違って、うん、北は核ミサイル実験をやってないんですね。トランプのおかげです、うんうん だからバイデンはトランプ政権のおかげをこうかなりこう思っているけどそうは言わなくて、うん、でその遺産を食い潰していくんだろうと思いますね<う>佐野さん、いかがですかこの日米間の政策調整能力弱まっているという分析です結果、それがアメリカの,にに今日の共通認識としてある場合これは韓国に行くのか日本にも何らか圧力かかっているのかどうご覧になりますか今のところはです、ねはい、先ほどお話したように僕は朝鮮半島情勢にはあまり触りたくないんだと思うんです、うん、アメリカは。 他のところいっぱいさまざまな問題がありますからね、国内問題もありますし、うん、ですからそういう意味でですね、うん、その マイナーなチェンジで状況をですね安定な状況を作ろうと思えばですね今の状況からすると日本は韓国に対してちょっかいを出していないわけですからですよねであれば韓国に少し差し控えなさいというような圧力をかけるのが普通の動きであろうとアメリカはそういうふうに動いてくるであろうとそういいうううふうに私は見ていますそうした中なんですけども今日、東亜日報韓国政府関係者の発言として南北関係の修復より韓日関係の修復を先にしなければならない。 鈴木さんこれはじゃあ韓国政府にしてみたらアメリカが自分たちに対するアメリカのた対韓視線というか目線は冷たくなってきているようだなという時に韓国はこういう方針に変わ,るっ,ていう変わっていくといいいいうに見ていいんですかいや変わらないですよ<え><え>変わら嘘です <laughs> けどアメリカに対してうち <laughs>、はいはい、が変わってるんだけど、うん、日本が変わらないからいけないよねっていうイメージを出したわです。 で東亜日報以外にも朝鮮日報もです、ねはい、似てるような記事が出てました、うん、要は変わったんだ、変わったんだ、はい、で一番象徴的なのはムン・ジェイン大統領の、うん、えと記者会見の時に、日本の毎日の支局長の質問に答えて、はい、えと従軍慰安婦の判決が。直近のね、はい、言ってましたね、はいはい、あれもう韓国側はです、ねはい、日本に対して。 柔軟になったんだって称してるんだけど、うん、それは嘘なのは、うん、日本に対して柔軟になるんだったら、うん、慰安婦のだけじゃなくて、うん、自称徴用強行でもムン・ジェイン大統領は言うべきだったんですなぜ慰安婦だけに言ったかというと、うん、バイデン大統領が副大統領の時日韓慰安婦合意を保証になったから、うん、アメリカのバイデン大統領に僕ちゃんとやってますって言うためにはまず 慰安婦の方だけ言ったんでしょうねほうだから繰り返しになるけど、はい、本当に韓国政府が変わってるっていうんだったら、うん、まず言葉だけじゃなくて何をやってるんだ、うん、なんかどうあの判決をどうするんだと、うん、あれは無効だと宣言するのか、はい、これが1点目ですね、うん、それからムン・ジェイン大統領みたいに慰安婦だけじゃなくて自称徴用工もどうなんだって言わなきゃいけないんですね。 だから、まあ、言っても答えないだろうから日本政府は澤田、ね、さん、いかがですかこれはもう行動を伴わない限りは本当にう薄っぺらの言葉だとしか受け止めなくていいんですか私もそう思います、は<ー>はい、それで多分ですねあの、はい、アメリカを意識した発言だと思われるんですよ、ははい、日本を意識した発言ではない、うんで、それはやっぱりアメリカを本当に怒らせると、うん、ちょっと怖いよねっていうのはですね、うん、政府関係者の中にはやっぱりあるんだと思うんですよ。 過去のの残ってると思います、先ほどのようなロジックに展開していくとです、ね、はい、韓国は今現在の景気がよく立って、ストーンとやられる危険性が、誤解破たをする危険性があるというのを経験値からは持っている人が中にはいると思うんです。そこまで分かってて、はい やっぱり中国のズブズブからはう北朝鮮を軸として米中の間でバランスを取ろうというその危うい外交政策からは脱却できないんですかでききなないいいんすすかと思いますあの今がです、ねはい、南北融和をして統一性を持っていって、うん、朝鮮民族で一つの国をしっかりと作って世界の中で大きな基盤を作りたいと今がチャンスだというふうにです、ね、多分確信しているんだと思うんです文,政権は文大統領は。はあ ですからこのチャンスは伸ばせないというふうふに考えているようにしか読み取れないんですね、うん、そうするとその、まあ、日本が冷ややかに見ているとかアメリカが賛成しないとか中国もそのどうのこうのみたいな話の中で我々はさまざまな国との間をそのベストバランスを取りながら民族統一というものに向けて今、邁進する時であるとムンジェイン政権は家宅信じて疑わないものであるわけですね。はい 何度も申し上げますけれどもアメリカだってごたごたしてるし、はいえー、中国だってさまざまな問題を抱えているであろうとちょっとロシアが頼りなくなってきて、うんうん、ちょっと心もとないけどでもなんとか乗り切れるだろうという,ような判断を理念先行で,です、ね、思っている。うんうん この内容が口先だけかもしれないと私でさえも思うんですけどそう思ったときにアメリカがこれを真に受けてといいますか日本に日本も努力しろって言い出す可能性アメリカから日本に対する姿勢が変わってしまうみたいな恐れはないこれまでの民主党アメリカ民主党政権だとあると思います。だけど今回は とあの様相が違ってきているのではないかなと思うんです。やはり中国、うん、あの韓国の後ろに控えている中国の脅威があるだけにですね、はいはい、やっぱり日本を、うん、やっぱりあのアメリカとしては大事にしていかなくちゃいけないというようなポジションになってきてると思うので、今の段階では僕はあんまり想定はしてません。そう理はいかがですか。文政権というのはやっぱりその理念先行型でもそっちに向かって爆心しているというふうにご覧になりますか。理念もそうだし、はい、現実問題として今さら政策変えたらですね。あ<ー>じゃあ今まで何やってたなんだってなっちゃいますよね。 で特に韓国の大統領ってやめた後と必ず牢屋行くか自殺するかなってます,てますあのそうじゃなかった人は2人しかいなくて2人とも実験のない人だったのでだからこれからですね、うん、足をなんか上げ足を取られることは一切できない、うん、自分は正しかったんだって言い続けるしかないんです日本の政界みたいにですね 民主党であの大チョンボをやった人たちがいまだに国会の赤十段歩いているって国じゃないんです、チョンボをやった大統領は必ず老朽廃合になっているんです。はい